皆さん、こんにちは。キイです。今回の動画は、フェアウェイウッドが上手に当たらない方、苦手な方でも、簡単にボールに当てれるようになる方法についてお話ししていきたいなと思います。特に今回皆さんに紹介する方法というのは、何かスイングを大きく改造したりするようなものではないので、今回紹介する方法を試したその瞬間から、あ、ボールに当たるようになった。 できたなというにうに実感できる内容ななってますなんだか嘘みたいな話なんですが、なぜ当たるようになるのかという理由を含めて詳しくお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは行きましょうか。なぜアイアンなどでは上手に当たることができるのに、フェアウェイウッドだと急に当たらなくなってしまうのか。その一番の理由は、このボールの位置にあります。 皆さんは普段フェアウェイウッドを打つときには体の中心に対して左に置くようなドライバーよりも若干右に置くようなこのようなボールのポジションでおそらく打ってるんじゃないかなと思いますですがこのポジション注意が必要ですまず1点目体の中心よりも左にボールがあると多くのアマチュアの方は このボールの方に対して体を向けるように構えてしまいます。これはボールを凝視してしまうからですね。極端にやりますね。左にあるボールをこのように構えてしまう。肩のラインが大きく開いてしまってますよね。この状態では上手に当てることはできませんね。もちろん今かなり極端にやってますがそのような アドレスの歪みというのが出る関係でボールに当たらないんです。そしてもう一点。このように体の中心よりにも左にボールがある場合には、このボールに対して正しく当てていくためには、一つ重要な要素があります。それは何かというと、しっかり下半身を先行させて、手元を このように前に出していくといわゆるハンドファーストという状態ですね。この状態を正しく作ることができなければ、ボールに対して上手に当てることができません。ですが、厳しい言い方をしてしまうんですが、フェアウェイウッドを上手に打てない多くの方は、まだなかなかスイングが完成とは言えませんよね。下半身を上手に先行させて、ボールを打つような、 そのような動作ができていない方が多いんですね。ですので、このように左にあるボールを打っていくような正しい動作ができない関係で、ボールに対しては上手に当たらないというふうになってしまっているんですね。ですので、皆さんがフェアウェイウッドを正しく打っていくための方法としては、まず一つ目。 下半身を先行させるような正しいスイングをマスターする。これめちゃめちゃ時間かかりますよね。スイングを一からしっかり作っていかなきゃいけない。ですので、今回はこのような方法ではありません。では、どのような方法で皆さんがフェアウェイウッドをより安定して打てるようにしていくのか。というと、この左にあるボールを 右に持っていくだけです。皆さんの中には、クラブが長くなっていけば長くなっていくほど、ボールが左に行く。そのように考えている方もいると思うんですが、これ自体は間違いではありません。ですが、先ほども言ったように、ある一定のポジションよりも左にボールが行ってしまうと、体の回転を上手に行うことができない方は、極端にボールに当たらなくなります。 そのような場合には自分が当てれるようなボールポジションになるまでボールを右に持っていくようにしていきましょうもちろんこのフェアウェイウッド自体を使わないという選択肢もあるんですがシニアの方やあるいは女性の方このフェアウェイウッドが使えないとなかなかゴルフのスカをまとめていくことはできませんねですので今回はこのように右に置くことによって 少しでもボールに対してコンタクトすることができるように距離を飛ばしていけるようなスイングを行っていきましょう普段皆さんはこのように体の中心に対してかなり左にボールを置いていると思うんですが正しくこのボールに対して下半身を先行しながらスイングを行うことができない場合には ボール左にありすぎますので、体を突っ込ませるような動作でボールを打つことになります。つまり、このように極端なトップになってしまったり、仮に当たったとしても体が結構突っ込んでしまってますので、フェースが開いてスライスしてしまったり、大きく左に引っ掛けたり、まともに当たることはないはずです。 ですので、このようにならないために、先ほど紹介したボールを右に置いて、ツイングを行っていきましょう。ボールを右に置いていきますと、少しクラブの長さを持て余しますので、グリップは指3本から4本分ぐらい短く握っていきます。ボールと自分の距離もあまりに近すぎてしまう、ツインが詰まってしまいますので、 しっかり距離を保つこと腕をブラーンとしたところから手元を少し前に出すぐらいの距離感この距離感でクラブを握っていきます練習方法としてはボールを右にやっていくと最初のうち違和感があってちょっと気持ち悪いと思いますのでコンパクトなスイングでこのように 当てて終わりぐらいのスイングのスピード、スイングの振り幅からスタートしていきます。最初のうちは、今までの感覚で、ちょっと体が突っ込むような動きになってしまったり、あるいはボールを上に上げたいという気持ちから、下から煽って打つようなスイングになっている方、その癖が抜けずに上手に当てることができないかもしれませんが、このようなコンパクトなスイングを続けていくと、 次第に当たるようになっていきます。まずはコンパクトのスイングから少しずつ行っていって、振り幅、スイングのスピードを上げていきましょう。クラブを短く握ること、ボールと自分の距離感をしっかり保つこと、スタンス幅は元々のフェアウェイウッドのスタンス幅と同じでいいです。 ボールを右に置くことによって、イメージとしては、体を回していくというよりも、体を左に突っ込ませないように、右サイドでボールを打って終わりにする。このようなイメージでフェアウェイウッドを打っていくと、しっかり右としてボールを飛ばすことができます。ただし、ここで皆さんに注意が一つ必要です。ボールを右に置くと、 基本的にはボールは高く上がりにくくなります。ボールが高くないからといって無理に上げようと思わないこと。もちろんボールが高く飛んでいった方がかっこいいし気持ちいいと思うんですが欲張らないこと。まずは皆さんが行っていくことというのはしっかりボールに対してミートすることによって仮に低い弾道でライナーのような 球筋だったとしても、しっかりフェアウェイウッドとしての役割、距離を出すような球を打てることになること。それを目的として行っていきましょう。グリップを短く握って、しっかりボールとの距離を保つことができたら、右サイドでスイングを完結させる。体の回転する動作というのは、それほど意識しなくていいです。体が左に突っ込ませない。 右サイドでスイングを終わらせるそのことを意識して振っていきますそれではデータも見ていきましょうか ボールを右に置いたことによって普段の僕の球筋にしては少し低めの弾道で飛んでってはいるんですがしっかり右サイドで体を残してインパクトすることによってフェアウェイウッドの本来の目的である距離を出していくということは果たすことができましたねまずはフェアウェイウッドが苦手な方というのはこのような方法をとってボールに対してミートすること それを第一の目的としていきましょう。少しずつスイングを作っていって、正しく下半身を回すことができる。しっかり手元を先行させて、ハンドファーストで打つことができる。そのような動作が体に身についてきたら、右にあるボールを少しずつ左に置くことによって、より高い弾道でボールを打てるようになっていきます。 まずはいろいろ欲張らずにミートすること。それを一番に考えてスイングを行っていきましょう。それでは今回の動画は以上になります。ご質問ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。